ですね、あの七子さん、僕がサボやるんで、ないやめてよ、僕がサボやるんで、僕が死んで、俺みたいになっちゃって、あの僕が死ぬんですけど、ね、ちょっと待って、俺みたいになるからやめて、ねえ、リアクター連打するんで、めっちゃ分かりにくいところで1キル取ってください。うわ、来た。これは熱い。これはおもろい。え？みんな上行ってた。あっ、やばい。これやばくね？みんな上行ってさ、タスクなんて覚えてねえよ。ハロー、はい、あら、あら、トータスさんの死体が、あ、ごめんなさい、マップにしてた、え、なんかね、あの溶岩に飛び込む手前みたいなとこです。あ、七子さんがいつも脱線してる。あ、はいはいはい、脱線あそこね、はい、あそこで死んでます。ハロの死人もあって、ハロに関してはね、プテから証言出ないかな、もうほぼプテに見えちゃってる、ね、いや、僕、慎太郎が、ボイラー室に入ってきて、ボイラー室入ってきたんだけど、うん、引き返していったのだけ見えてます。うん、まあ一応俺目線は2人で一緒にボイラー室に向かってるのを見て、で最後、バイタル見て2人とも死んでたんで、ほぼプテかなって思っちゃってるぐらい。健太郎さんの方はね、健太郎さんその前はウェポンで一緒に助け合ってたんで、うん、ウェポン終わってそっち行ってるんで引き返すんかなっていうのはあるけど、ボイラーか、おー、ボイラー、ボイラーの方だったら研究室で7個魚が一緒にいるので、俺はね、サントスさんともすれ違ってるね。だからそうだ、ね、トータスさんキルに関しては容疑者外れんと。うん。じゃあ慎太郎の方で話すんだったら、僕視点はハタネロをその近くで見たぐらいです。僕、あ、てかネロちゃん僕のこと見えてます？うん。O2 で一緒になったね。O2 の下の部屋ね。O2 の下の。あ、その後見えてます？あ、その後は見えてない。僕オフィスに左から入って、あの配線やって、あのオフィスの水の替えのタスクやってる位置にいるんで、ネロちゃんが左から入ったんだったら見えないかなーって思ったんですけど、オフィスは見えてない。見えてないですか、はい、うん、配線のところにはもういなかったから、その時はオフィスの中にいるんじゃない、片そこは、はい、うん、あとは、まあ、多分シンデレラさんキルが分かりの方が多分直近で分かりやすいから、うん、そっちから詰めた。うめいっすわ。あ、梅剣はさっき言ったけど、ウェポンで慎太郎さんが先に出てって、はい、で、ウェポンの右の下の、なんか、とんがりコーンみたいなやつのところにいます。はい。僕ラ、ドリルやった後、ラボメッドメイあたりに行って、サントスさんとすれ違った後に、うんうんうん、メッドメイのスキャンタスク終わって、下、スペシメンルームで終了、タスク中です。あ、まあ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 、伊豆さんの方は遠そうでしょ、さすがに遠い、まあ弁当使えばだけど遠いね、まあでも弁当使っても見られるけど、梅木さんとかに見られそうだから、まあ無理だね、慎太郎さんキルはじきます、伊豆さんはじきます。七子ってさ、伊豆さんすれ違った、すれ違った記憶はない、え、ある、伊豆さん、俺と伊豆さんすれ違ったっけ、どう行動してます、七子さんって、一番初めに保管室のところでタスクやって、で研究室の方入ってって、左上のタスクやり、下の方タスク見に行って、中って魚さんと合流で、あそこの今最後あの本室に入るところの、あの扉の前のところ、僕上回りなんで多分すれ違ってなくても時系列はおかしくないかなぐらいですね。慎太郎さんで梅ネロくらいじゃないですか。うん、あ、まあ一応僕もできるけど。弾けないのかな。全然弾けない。僕慎太郎がボイラー室に入ってきたってネロちゃん証言してるんだけど、入ってきたはいたんだけど、何にもタスクせずに引き返して出ていったのを僕見てるのよ。その後に僕がボイラー室でタスクを始めてるから、うん、その後の慎太郎の行動が分かんないんだよね。あれ、これ逆に
七子さんか魚さんじゃないですか、サントスさんのセリフ終わんのやったら。トータスさん側はい。まあね、それもあるけど。結構ヘイトが来てます。結構来てちゃう。怖いですよね。1分で負けですよね、これ。最後。うん、いや、そうなのよ。怖いですよね。釣りたかった。もうさ、何言えばいいのかよくわかんないわ。まあ、僕はいいかも。どことどこが弁当でつながってんのかもよくわかんねえし、一回この辺で切りたいな。いいね、ネロちゃん。だあ！うわー。うわ。あら。まあそうなるよね。これね。2キルネロちゃんが無理です。え、ね、ネロちゃんスペシメンの方行きましたよね。うん、死体探しでスペシメンからぐるって回ってバイタルの方を通ってストレージの下コミュニケーションぐらいまで今行ってる。うん、2キルっていうのは2キル取れない。ネロちゃんは1キルだったら分かんないけど、僕は後半ネロちゃんとずっとネロちゃんについてってました。だから2キルは取れません。うーん、俺店はプテ見えてないんで、プテはオフィスですれ違った以外は。あ、そうなの。僕は張り付いてると思ってた。初動か。うん、で僕視点なんですけど、魚さんもあのスペシメンの方に行ってるんですよ。で、僕がそう、除染です。除染とかメッドベイ、トイレと除染の間ぐらいすれ違って、畑坂はメッドベイの方行ってて、これが除染入ってスペシメンルーム、レポート連打光らない、除染の方に行ってアドミンでコミュニケーション1がついていたから死体そこかなと思って、そこに向かおうとしたらリポートが入ってるって感じ。うんうん、今停電直してたよという人とかいますか。はい、停電前まで行きます俺は。で、停電直しに向かっていて、もう今電気室の電のこの扉の下のところ。あ、じゃあそこで死体発見なんで。え、まあでもキル容疑って、まあでも基本的にプテちゃんはもうほぼ人外核かなって、初手キル含めて。あ、そうなんだね。ネロちゃんが白になるのであれば、もうキルできる人が無限がいないから、もうプテちゃんしかいないです。いや、2キルが無理なだけだから、じゃあネロちゃんが1キル取ってんのかな。まあでもこれ多分ブー悪いから、いや僕ネロちゃんに体がっつり張り付いてたけどな、停電中だったけど、まあ、それを見てないっていうんだったらネロちゃんがインポスターです。無理だと思うけどね、俺相当ギザギザ動いてたから、それを追ってくるって無理じゃないって思ってる。停電になってる時って俺がアドミンの下除染室から出て、オフィスを左から右に突っ切ってバイタル見てやばーってなって、その前にプテは、バイタルのところ来てるよね。うんうんうん、だからその時点で重なってるんだったらバイタル見た瞬間には見えてるはずだし、俺がプテのこと、うんうん、で扉も開けてるからそこに重なってきてたら絶対見えるはずだからと思っちゃった、俺目線はね。はい、プテ7に見えてます。違います。そんな全然治ってないよねこれ。治ってないです。治ってない。まあでもボタンはないんで、うん、俺の真後ろに伊豆さんがついてきてる状態だったんだと思う、状況的にね。そこで下を発見したんだった。まあどの道俺もプテサカしか状況ないのか。ネロちゃんです。じゃあ俺がねキルできないと思う。なんでかというと旗底人外じゃないと無理。なんでかというと旗底が女性に入ってる俺を見てるはずだから。はい、だから俺はねスペシメンルームとから時間軸的に隔離されちゃってるのね。ですね、七子さん、
僕がサボやるんで、僕が死ぬんですけど、ね、ちょっと俺みたいになるからやめて。ねえ、リアクター連打するんで、めっちゃ分かりにくいところで1キル取ってください。いや、俺みたいになるじゃん。めっちゃ分かりにくいところでね。やめて、俺みたいになるから。俺はタスクしません。タスクは多分無理だから。俺みたいになるから。神キル通して2枚です。いけますよ、これ。俺みたいになるから。いけるから絶対いける。田中さん頑張れ。僕にサボ任せてください。どうなんのこれ。次俺釣られんの？あ、はいや。大丈夫です。ボタンないんで。帽子が。と。いいな、ブテさん。いや。いやこれでも全然あるよと。いや全然あるから広いから、いやマジで髪切る通せ。いやでもこれは多分クルーメイトが心がない団体行動するから今からいやでリアクターが一応解散できるから、リアクターで解散する。ああもう解散してもなんかまたみんな戻ってきそう。うん、あら意外とばらけてる。あばらけた。あらあへえ、ネロちゃんが一緒に。ああ来てる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 、助かってるでしょ。おおおお、まあ、とりあえずリアクターよな、押されるぞこれ。まあとりあえずね、行ったと見せかけて、行ったと見せかけて戻る。読み合いだぞこれ、行かせないで。いやさすがに今のはキルできない。あこれはでも、いや片底は左。おお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 お、なるほど、時間稼ぐ機会でやった。これこれでもクリック、やばか、それは無理だ、それは。じゃあよっしゃ、わかんない、どうしたら勝てるのかわかんない。ネロちゃん加工のとこいてよ。あ、ネロちゃんが出ました。え？ネロちゃんがってました。いや、7個弁当入ってるの見えてるから。あの、ネロちゃんに伝えておくと、ネロちゃん多分リアクター右に一緒に行ったんじゃない？ハトスコと。ああ、そうっすね。で、そこから移動してるんだよね。うん。で、俺がネロちゃんと左ですれ違って、あの、ハタサガオのリポートだから、7個がどこにいたのって話になっちゃうので。まあまあまあ。俺、ナナコさんが今、諦めなければ、魚さんに入れそうでしたよね。え？なんで？だって魚さん左直してないから、片底が右直してんの、死にしてから左って魚さんが直ってないのに下ってきたから、人海っぽいのは魚さんになる。俺正確に言うと、あの片底その時点で多分死んでて、うん、俺が40秒、残り40秒ぐらいなのね。だ多分死んでるから死体探しムーブ行ったのよ、右で死んでる可能性。はい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 、はい、そしたらネロちゃんすれ違ったって事件。ああなるほどね。そうそうそう。え、だってだってだってプテがなんかもう狙ってたんだから。だって俺も絶対死んでるって思ったから。なんで俺。諦めたらそこで試合終了ですよ。ナイスアイド、ナイスナイスアイド。これどうしようか、普通にやったら来るきつすぎそう。なんか調整、調整、うんうん、タスクが多分相当きついから。相当きついよね。あのスケルドに帰るっていうのは一番いいかなっていう。まあまあまあ一回観光したから帰ります。観光した。まあまあまあ。あとあの面白かった。やることはやったから。二郎が初手の上タスク忘れてて普通に一回下下がってハッってなったよ。あれ確定なんだ。ああそっか。あの上の鍵タスク。俺とプテだけ、僕と奈々子さんだけ下行ったから。あれコモンタスクだからね。確かにそうだわ。確定確定。ちょっとトイレ行ってきます。足遅っ。